皆さんこんばんは。こんばんは。今週も粕谷秀樹さんと一緒にお届けをしていきます。粕谷さんよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。プレミアリーグのシーズンも終了して、はい、ちょっと時期が経ちましたけれども、うん、もう6月の中旬かと、はい、いうことになりますと、まあ、大体ね、テレビはクールで動きますけど、はい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 、ちょうどあのドラマが佳境を迎えておりまして。あ、そうか。あ、見てるの？見てるんですよ。結局自分で、あの、うちの妻が、まあ、僕は出られなかったんですけど、うん、うちの妻がたまたま、はいはいはい、うん、エキストラで映ったじゃないですか、うん、マイファミリー見てるんですけど、うん、あの1年前にテセウスの船っていうのもあったんですよ、うん、はいはいはい、で、あの時も妻と一緒に見てて、うん、なんですか、ちょっと推理みたいになるんですよね、うん、サスペンスというか、うん、はい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 、なので誰が犯人だみたいな、うん、テセウスの船も全然想像外だった聖夜でしょ。そう、下振り子の聖夜さんだったんですけど、今回もう次最終回なんですよ、明日最終回なんですけど、うん、あの僕と妻で話して、うん、あとネットの情報とかみんなで見ながら考えたのは、うん、今回お笑い芸人の方じゃないかと。あ、なるほど、はい、サンドイッチマンの富澤さんが怪しいんじゃないかと僕は思ってます。実際どうだったのかっていうのは明日答えが分かります。富澤さん出てるんだ。出てるんですよ、はい、結構お偉いさんで、はい、あの神奈川県警の、はい、そうなんですよ。どうでもいいですよ、見てない方からしたらどうでもいい話だと思いますけど、ちょっともしかしたら当たったらと思って、うん、ちょっと先に言っておこうかなと思って。多分外れると思いますけど、俺は収録日の前日にテレビの配信だけど、はい、やっぱり井上尚弥を見てたよ。おー、うん、どうねやって強いな。強いですね。やっぱスカッとするな、はい、うん、昔からずっと、ずっとボクシング大好きで見てるけど、はい、ボクシング仕事にするときっとダメになるなと思ってた時期もあるし、まあ、それで避けたってのもあるんだけど、それでちょっとプロレスの方に、それもあるしね、はい、うん、ただボクシングライターは難しそうだった。全部難しいけど、はい、うん、難しい技術論とか嫌いだからな、あんまりやりたくなかったし、それが前世みたいなのもあったので、はい、でも昔から見てて日本人最強、昔いた大場正夫さんだとずっと思ってたけど、はい、やっぱり井上尚弥かな、はい、今は、うん、なかなかね、今その地上波でみんながこう見るみたいな時代じゃなくなってきちゃったじゃないですか。プロレスとかボクシングだってコンプライアンス的にまずいんじゃないの、やっぱり。なんかそういう話題にちょっとね、少し前になってました ね、うん、急にちょっとね、あるイベントが中止になってみたいなところは、うん、なんかつまんないっていうか狭く苦しい、ね、うん、考え方にね、支配されてきちゃったね。そうですね、うん、でかつてはまだね、あの全ての家にテレビがない時には街頭のテレビみんなが集まってみたいな、ね、時代があって、うんうん、だって新日本プロレス昔金曜の8時だぜ、はい、ゴールデンタイムですよね、はい、ボクシングだってゴールデンタイムよく世界タイトル待ちやすさけど、うん、はい、なんかね、なんかもうちょっとなんだろう、ゆったりした、うん、考え方にならないだろうか。そうですね、うん、あれなんじゃないですかね、やっぱりこういろいろ趣味が多岐にわたってるじゃないですか、うんうん、なのでその地上波で例えばゴールデンでやるぐらい、うん、ま、それって視聴率が多分 10% か 15% 取れないと、うん、きっとペイできないじゃないですか、うんうん、ね、うん、ってなった時にそんなにみんながじゃあその競技とか、うん、イベントが好きかっていうと、うん、こう細分化されてるから、まあね、ちょっとテレビでやる時代じゃなくなってきてるかもしれないですね、自分で選んで、うん、っていう感じで我々のこの YouTube とか、ね、あるいはちょっと配信とかで、うん、まあ、自分でお金払って見たい人が見るとか選んで見るみたいな時代になってきてるとなると、テレビは大変ですね。うん、でもなあ、那須川天心とタケルはやっぱりみんな見たいんじゃない。うん、なんとかならないですかね。そうですね、うん、ね、皆さんね、まあ、いろんな方法で見たりとかするということになると思いますけれども、うんうん、いろんな過ごし方があります、はい、ちなみに一つだけ、あの私の友人があの書いている持続可能な恋ですか、もうそろそろ佳境ですので、そうです、もし分かったら火曜日ですので、はい、よろしくお願いします、はい、さあ、そして、私ですね、今日あの朝喋ってきたんですけど、うん、実況、あ、ちょっと収録日が6月8日水曜日なので、あれですね、こうプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ終わってシーズンオフになるかなと思ったら、もう代表が日本代表あれば U23 代表あるし、ネーションズカップでもうすごい対戦ばっかりで大変なことになってますけど、でもあのデブライネが言ってたけど、やっぱネーションズリーグきついんじゃない？きついですね、うん、いや、これ僕一つ思ったのは、うん、あのこれからワールドカップじゃないですか、うん、でワールドカップって、まあ、例えばドイツとスペインって同じグループに入ってますけど、うんうんうん、基本的には同じ大陸はなるべく避けたい、まあ、ヨーロッパで2つ入ってるところありますけど、うんうん、ってことはマッチメイクとして、例えば南米のチームとかアジアのチームとやると、うん、それに似たようなチームとちょっとマッチメイクして、うん、
あれやるじゃないですか。そうね、でそれがヨーロッパのは、うん、もうここが4試合、うん、今月4試合、うん、9月に2試合入っちゃってるんで、うんうん、そこはできないわけですよ、他の大陸と、ね、これってどうなのかなと思ったり、ね、なんかその辺のね、うん、スケジューリングなり組み合わせなりもう少し工夫があった方がいいと思うし、はい、だからその辺の工夫はずっとした方がいい、うん、いいってあちらこちらから言われてんのに、フィーファーもウェファーも何もしないんだよね。笠田さん、そこはやっぱどうしてもお金なんでしょうね、うんうん、でもこれ続くと本当選手壊れるぞ。いや本当にそうですね、うんうん、ですね。ただドイツはやっぱり強かったんで、うん、日本大変だと思います、ね、そうか、うん、もうクラブ化、よく今、うん、代表のクラブ化ってささやかれてるじゃないですか、うん、いや本当にクラブみたいな感じになってますんで、うんうん、はい、うん、私もあのオンタイムでちょっと見てないんでこれから見ます、はい、で皆さんもしよかったら、あ、もう見てるね、これ収録の時は。ああ、うん、そうそうですね、配信の時は見てる、はい、はい、うん、よろしくお願いします。さあ、そして今回ですけど、改めてちょっとプレミアリーグの方にお話を戻しまして、うん、21-22 シーズン優勝したのはマンチェスターシティということでしたので、はい、うん、今回はですね、数字で見るマンチェスターシティの強さというテーマでお届けをしたいというふうに思いますので、和也さんよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。いくつかちょっとまず数字を見ていきたいと思いますが、うん、まず基本的な数字ご覧いただきましょうか、うん、こちらになります、ということで、まずですね、勝利数ということで29勝というのはこれは、リバプールを上回ってトップということになりますし、負け数はたった、3で、うん、リバプールが2ということなので19位ということですね。そして、まあ、ゴール数はトップ99、まあ、もう1点 ね、 でしたったね、あと1点で100点でしたけどね、うん、100っていうのと99はちょっとイメージがね、99もすごいんだけど、すごいです、うん、リバプール94なのでここもまあダントツ2つということになりました、うん、あとクリーンシートも94点取ってて 1位になれないんだもんな。でもちょっと異次元なんですよ、まあ、本来なればそもそも勝ち点が、うん、だってリバプール92でも優勝できなかったっていう、うん、勝ち点はだいたい82とか3とか、うんうん、そのくらいのイメージだったですよね、うんうん、プレミアリーグの優勝のこうラインみたいな、ね、攻撃だけじゃなくて攻守で、まあ、クリーンシートもリバプールもそしてマンチェスターシティもともに21回のクリーンシートということで、だって半分以上クリーンシートですね。やっぱり攻められる機会が少ないとかっていうような見方もあるんだけど、はい、確かにそうなんだけどさ、うん、でもその中でも今の泳げたように半分以上1点もやってないっていうこっちの方のね数字を、はい、うん、やっぱりあれじゃない、ポジティブに捉えた方が良くないか。そうですね、うん、やっぱりこう数字この基本的なところを見ましても、勝谷さん、マンチェスターシティとリバプールとその下のところでちょっとやっぱり線が引かれますね。かなりね、数字がやっぱりそこで違いますもんね。大きな差がありますよね、うん、だからそのなんか次に近いのはおそらくチェルシーなんでしょう、ゴール数にしろクリーンシートにしろね、うんうん、でもやっぱそこちょっと差があるんですよね。そこから下は結構こう結構詰まってますもんね。だからあのチェルシー、スパーズ、アスナルってとか、うん、意外と詰まってて、来シーズンもそのままだと思いますね、はい、うん、あとは知らないです。さあ、そして、では攻撃の数字の方に行きましょうか。こういう形になってまして、シュート数、そして、枠を、まあ、ポストやバーを叩いた数、うんうん、あるいは、エリア内からのゴール、エリア外からのゴールというような数字が出てるんですけれども、うん、まあ、シュート数はリバプールの方が打ってるんですね。そうですね。でも得点数は、はいはい、シティの方が上回ってるという、うん、ただこれダントツで枠叩いてるんですよ、うん、これだけ点取ってるんで、うん、ちょっと思ったのはリーズはこれ18回も叩いてたんで、これ入ってればもっと点数争いが楽だったんじゃないかなみたいなのはありますけど、うんうん、そう、確かにそうだね、うん、うん、でもこれね、バーンリーもそうか。そうですね、うん、落ちちゃったけどね、はい、うん、そう、やっぱ運もあるんですよね、うんうん、ね、ギリギリのところでっていう、うん、これを考えるとあれなんですね、リバプールはしっかりと決めてるっていうことになるんですかね。そうですね、はい、うん、確かにそれは言えますね、うん、まあ、やっぱりあれじゃない、崩しきってからっていうのもあるんじゃないのかな。ああ、うん、そうですね、うん、なのでまあエリア内からのゴールというのがトップで86、うん、がリバプール、うん、まあ、そして、シティの方が、まあ、2点エリア内少ないですね、うん、エリア外からは結構多いんですね、シティは。それでエリア外はあのリバプールはないですよね。リバプールすればミドルはロングそんなに打たないもんね、うん、打た、確かにそうですね、うんうん、はい、ボックスの中入って、うんうん、そこでいろんな形やって崩して、まあ、はい、シティももちろんそうですけど、うん、そのシュートの打つ打たないっていうのはちょっとまだシティの方が遠目が多いっていうデータですよね。はい、うん、
そうですね。でパスの総数、こちらもダントツで1位でございます。ロングボールというところは18、まあ、3番目に少ないと、まあ、なので、あまりロングボールは使わない、ね、ということになりますね。ファンダイクとかアリソンなんかが割と長いの入れるから、ね、もうちょっと上かなと思ったらね、うん、あ、それはリバプールの話だ、ごめんなさいね。リバプールの何位なんですかね、はい、うんうん、まあ、これもまたもしかしたらこの辺に付け加えで出てるかもしれないですけど、まあ、そしてクロスはやっぱリバプールね、両サイドバックがっていうのがありますからトップで、ただシティの方も2位の数字、そしてコーナーの本数ですけれども、これはダントツでマンチェスターシティ、ね、そうですね。 あとこれ ね、さっきちょっと打ち合わせの時も話したけど、これプレミアリーグのデータなんだけど、はい、クロスの質で分けても面白いんじゃないっていうね、はい、そうですね。あとどこからのクロスかみたいな、ね、よく言われるのが、まあ、両チームそうです、特にシティがそうだと思うんですけど、うん、まあ、俗に言うポケット、はいはいはい、まあ、ハーフスペースというか、うん、ハーフスペースって言うと全部長いんで、うん、それの、まあ、エリアの中のポケットっていうふうに言いますけど、うん、あそこからの例えば折り返しとか、うん、マイナスのボールとか、うん、中へみたいな感じが多いんじゃないかなって勝手に思うんですけど、そうね、うん、そういうデータがあると面白いですよね、うん、まあ、だからあとはマイナスのクロスなのか、うん、ハイクロスなのかね、はい、うん、でもポケットとかチャンネルとか難しくなったな今ね、うん、そうですね、なるべく分かりやすいようにしよう、はい、そうですね、うん、でもそれを考えると勝手なイメージですよ僕の、うん、リバプールは、うん、アレクサンダー・アーノルドとか、うん、ロバートソンが早めにクロス入れたりするじゃないですか。なので、うん、それが深い位置からのクロスというより、うん、結構ちょっと手前からのアリクロスみたいなところも多いような気がしますけど、うん、あ、でもデブライネがそういうの入れるな、うん、マンチェスターシティは。でもマンチェスターシティはさらにもう一歩先行って、うん、そうね、そのポケットのところからマイナスみたいなのは、うん、多いのかなっていうようなイメージありますね。うん、そうだね、うん。それがペップのやり方だもんね。うん、クロップさんとちょっと違うもんな。うん、ね、こちらが、チームプレーの数字ということでしたので、うん、では加瀬さん改めて、はい、では加瀬さんが持ってきてくださった数字も含めてですね。ですね、まずパス成功率、はい、これ 89.7%。高いですね。90% ぐらいですね。はい、ポジション、はい、これ試合平均です。68.2。はい、それからオープンプレーからのゴールが66点。うん、セットプレーから残る、これおそらく PK オフゴール入ってないです21点、うんうん、であと、まあ、失点も26、これ一番少なかったですよね、うん、確かね、はい、さっき出たクリーンシート、うん、はい、でレッドカード1枚、うん、イエローカード42枚、うん、でこれ1位タイとかもいろいろあるんですけど、うん、だから得点、パス総数、うん、パス成功率、ポゼッション、それからオープンプレーからのゴール、セットプレーからのゴール、失点、クリーンシート、イエローカード、レッドカード、うん、だからスタッツ、私が調べてきたデータが間違いなければスタッツ10冠王なんです。10冠なんです、はい、まあ、タイがあるにしろ、はい、同時優勝みたいなのあるにしろ、はい、10冠ってことですね、だクリーンシートと失点、はい、多分、はい、1位タイだと思いますし、うん、はい、レッドカード1枚も多分1位タイだと思いますけど、はい、うん、だからこれだけやっぱりね、うん、スタッツで10個の分野で、はい、うん、スタッツランバーワンであれば、それは勝つなっていう感じの、はい、すごい数字が出てました。はい、うん、こうなんていうんですかね、こう例えばリバプールに関してはちょっとあまりゲームが良くなくても勝つみたいな、うん、どちらかっていったらその、まあ、気持ちというか、うん、そういうところで持っていくみたいなところもあるような気がするんですけど、はいはい、うん、ペップのフットボールってもうとにかく中身を追求みたいなところあるじゃないですか、うん、そうですね、うん、突き詰めてっていうことになると自然と各数字が上がるんでしょうね、うんうん、そうでしょうね、うん、それは言えると思いますね、うんうん、だ目に見えないみたいな感じのところが働くチームもあるじゃないですか、うんうんうん、でも目に見える感じがするんですよ、そうですね、はい、だからやり方というか、うん、その監督の指導法の差もあり、うん、ありますけど、はい、可視化というか割と言葉で具体化できるのがシティで、うん、はい、ちょっとそことは違うようなあの強さを持ってるのがリバプールじゃないですか、うん、はい、うん、リバプールの あの最後のなんだろうエネルギーとか逆転する力ってもちろんシティもありますけど、はい、なんかこれは何っていうのがある、うん、ありますよね、まあ、伝統なんでしょうけど、うん、そうですね、だから何度も言いますけどシティはこれからそれを身につければいいんですよ、はい、だからでもなんとなく近づいてる、うん、よくそのリバプールのシティか、うん、シティのリバプールかみたいなところになってきてるじゃないですか、うんうん、その最後のっていうことになるとまさに最終節が、うんうん、シティがちょっとリバプールっぽいと言いましょうか、うんうんうん、ね、今までのシティだと分からないですよ、うん、 かつてはシティあいつって言ってシティ症候群みたいな、うん、もうちょっと失敗うまくいったのに最後に失敗しちゃうみたいなのがシティみたいな言葉が現地ではあるようですけど、うん、そのシティであれば最後あそこは結局逆転できずに負けるのがかつてのシティだったわけじゃないですか、うん、ね、でも2点先制されながら結局のところ最後勝ち切るっていう、だから 初優勝じゃないや、アゲロの、はい、あれの時もやっぱり
ロスタイムで2点だけ取ったわけじゃん、はい、だから今度もああいう展開でしたから、はい、うん、だからその名門ならではの DNA っていうのは徐々に身についてきてるんじゃないですか、はいはい、そういうことなんですね、うん、これを考えていくと僕はチャンピオンズリーグも近づいてきてるんだろうなっていう感じがしてるんですよ。近いと思いますけどね、うんうん、まあ、だから21、22シーズンというのは、はい、おそらくシティがもう例えばの話ここまでで1回でも勝ってれば多分マドリーにああいう負け方してないですよ、うん、あ、うん、はい、まあ、その辺が名門の矜持ですよ、うん、だから名門になろうとしているチームと、はい、もう50年代からずっと名門っていうのの、うん、やっぱりこれは差ですよ、うん、ね、一つ一つね紡いでいくということ、うん、その途中ということなのかもしれないですけどね、うん、そしてね先ほどその、まあ、可視化みたいなところの話もありましたけれども、うん、よくこうやっぱりペップについて知りたいみたいな方は、うん、やっぱり世界中で多くて、うん、研究もしますし、うん、一時期あのバイエルンがのペップの練習をみんな見たいっていう話になって、うん、必ず、バイエルンが冬の時期に、うん、とかあれとか中東に、うん、行くと、うん、でそこでは練習を公開するっていう話になって、うん、世界中の、その分析官とか、うん、あるいはコーチが勉強のために、うん、その1週間ぐらい、うん、そこにみんな泊まりに来るみたいな話があったようですけど、うん、それくらいみんなが分析するじゃないですか、うん、なのでもう最近はその5レーンっていうのも普通の言葉になって、うん、それについて解説する本も出ていますし、うん、いろいろなこう皆さんも記事でご覧になっているかと思いますし、先ほどお話ししたハーフスペースとかポケットとかそういうところをどう使っていくかとか、まあ、そういうところも含めてなんていうんですかね、こう、まあ、なかなかまだ全部もちろん可視化は難しいんだと思います。ペップの頭の中は見えないわけですが、うん、でもなるべくそれをどう彼が考えてるんだろうかみたいなところを探求していくっていう面白みみたいなものを多分世界中でみんなが考えていて、 ね、うん、それが一つこうみんなのなんていうんですかね、フットボールへの興味とかもしかしたら IQ を高める要因の一つなのかな、うん、だから世界が今リードしてるのかな、うん、っていうのが、ね、まあ、それは間違いないね、まあ、あとは我々スタイル側がその、うん、5レーンとかハーフポジションとか、うん、さっき言ったチャンネルとかその辺をどうやって分かりやすく説明して、うんうん、サッカー日本におけるサッカー人気のパイを増やすかだよ ね、うん、そうですね、難しいんだよ、だから、ね、俺さ誰が作ったか知んないけどさ、野球のダブルプレーってあるじゃん、 はい、あれさ併殺だってうまいなと思った、いい表現だなと思ったもんね、はい、うん、あれに勝るもんないんじゃない、うん、そうですよね。あとこの、まあ、我々伝えるっていうのも、うん、こう言葉で伝える場合と、うん、それこそ文章で伝える場合があって、うん、先ほどの併殺だの話じゃないですけど、うん、それは見て漢字を見て、うん、一瞬にして分かるわけじゃないですか、分かるよね、そういうものがあれば、うん、わざわざ調べなくて、うん、あとそのいろいろ枕言葉とかで就職後で一回説明する必要がなく、うん、あ、もう意味で、あ、なるほどこういうものだっていうのが分かればもっと分かりやすいかもしれないですよね。おそらくこう難しいと、うん、特に最初の導入が、うん、あ、ちょっと難しいからやめちゃおうとか、あと初心者の方が、うん、をこうなんていうんですか、ちょっとまあクロートの方っていうか、うん、まあ、今までのファンの人が、そんなのも分かんないのかって言われると、うん、あ、じゃあって言って引いちゃう部分もあるじゃないですか。だからそのスポーツが衰退、これからもっと広がっていくためには、うん、そういう人たちをね、ゆくゆくそういう人たちがもっと、うん、例えば子供が大人になっていくと一緒で、うん、あの広がっていくわけですから大事にしていきたいですけどね、うん、だから専門用語を並べ立てられると、これまあ企業の会議とかプレゼンなんかでもそうなんだけど、うん、見てる側聞いてる側、うん、思考停止になるんだって。だからスキームだアジェンダだとか言われると、はい、何言ってんだこいつだと、うん、あの日本語的説のあるじゃんってなるわけ、はい、だからその辺がだから、うん、ね、どうしても我々サッカーは今どうしてもそのポジショナルプレーとか、うんうん、5レーンとかさっきも言ったあのチャンネルとか使わなきゃいけない時があるんだけど、うん、はい、それが喋ったり原稿書いたりして連発すると多分引かれるんだよ、うんうん、そうですね、分かってる人はね分かってるからもうスッていきますけど、分からない人はもうそこ止まりますからね、うんうん、そもそもチャンネル、はい、チャンネル利用されたって言われても何チャンネルだってなっちゃうもんね、本当ですよね、そうですよね、うん、で僕いつも思うのは中継を見ていても、うん、例えばその副音声あるじゃないですか、はいはい、あれがまあ今後何チャンネルもこう作れるようになれば、うん、そのレベルに合わせて例えばまず知ってるのにわざわざこう説明されると面倒くさいっていう人ももしかしたらいるかもしれないけど、うん、そういう、まあ、上級者向けの中継と中級者向けと初心者向けといくつかあって自分で選べるようにするとか、うん、あともうそのがっつり見たい方とちょっとワイワイ見たい方といろいろいると思うんですよ ね、うんうん、ね、なんかその選択肢が増えるのがいいのかなと思いますし、うん、あとハーフタイムの利用の仕方とかもその
高度な解説をした、うん、してもらいたい人と逆に言うともうオフサイドって何の人もいるわけじゃないですか、うん、もちろん。だからそういうなんかこう、まあでもお金がかかるから、うん、まあ、予算の問題で難しいのかもしれないですけど、本当にそういうふうなものがあるとおそらくもっといろんな人がこうストレスなく、絶対それぞれの方で見方が違うんで、みんなあ僕にとってはちょっとねえみたいな感じがすると思うんですよ。でも今のさ面白かったのはさ、ハーフタイムさ、ほらいろんな情報とか流れるじゃん、この選手はどうのこうのって、ああいうのもいいんだけどさ、はい、例えばほら近代フットボール用語じゃないけどさ、はい、それでファイブレーンは何ですとか、それで何回か何回か流しておくのもね、それであと、はい、こういうただそういうこういうほらピッチとかあるじゃない、はい、そしたらそんないくつかに分けて、ここが、はい、あの、ファイブレーンの大外を今使うとかってあるじゃん、うん、大外とはここですとかさ、はい、そういうふうに、ね、ハーフタイム使うのも面白いかもしれないよね、うん、はい、うん、そういうふうに広がっていくともっとみんながで分かれば分かるほど、うん、まあ、このサッカーに限らず、うん、いろんなものもそうですけど、うん、楽しくなるじゃないですか。そうだからそういうのを、うん、分かれば分かるほどこのチームは楽しくなるんですよ、うん、そうなんですよ。多分世界はリードしてるはずなんですよ、うん、まあね、まあ、リバプールと共にですけども、うん、ちょっとまたそのあたりの考え方というところはまたそれぞれですけど、うん、の割に例えばリバプールとかマンチェスターユナイテッドっていうのは、うん、まあ、世界的なメガクラブで、うん、まあ、世界のこう人気もそうですし、地元の人気もすごくあるクラブじゃないですか、うんうん、でもこのシティは地元では人気のね、まあ、二分するというのはあっても、ちょっと世界的に見るとこれだけ強いし、金なんていうんですか、世界をリードしている割に多分数字が伸びてないのかなっていう気がするんですよ、うん、やっぱりあれじゃない、強くなってから歴史が浅いからじゃない、浅いからなんですかね、うん、パリサンジェルマンもそうでしょ、うんうんうん、で割とフットボール界って辺境だから新しいとこ嫌うじゃん、うん、チェルシーだって、チャンピオン2回取ったからもう、はい、要するにもうそのエリートクラブみたいなところが入ってるけど、うん、やっぱ取るまではやっぱりシティ以上にちょっとなんか軽く見られてたっていうか、うんうん、あとましてね、テリーだモリーニョだってヒール系が多かったから、そうですね、はい、もうどちらかというと嫌われ役みたいなところはありましたから、ね、うんうん、でもモリーニョなんてそういうのが分かってて嫌われ役演じてたからね、うん、はい、うん、でもね、ペップにはそれやってほしくないけどさ、うん、クロップさんにもね、はい、うん、あいつたちはベビーの方がいいと思うので、うん、はい、うん、でも、うん、近代フットボールを、うん、のやり方、その専門的な見方あしていくと本当に、うん、シティは面白いと思いますよ、うん、ちょっとシティのまた数字に行きたいと思いますけれども、はい、うん、今度は選手のですね、ちょっと数字をご覧いただきましょう、はい、まあ、せっかくなのでリバプールの選手と比較をしていきたいというふうに思いますけれども、うん、まあ、今季、まあ、躍進著しかったロドリ、まあ、彼がねまたチームにフィットしたっていうのも大きかったと思いますけれども、うん、はい、そのロドリと、リバプールの中盤のアンカーのファビーノ、まあ、タイプが違うのでこれ数字別に出てきますけれども、まあ、そうですね、はい、はい、うん、まあ、あのパスの数っていうのはやっぱりロドリのところを経由するとか、うん、ワビーニョのところはあんまり経由しないみたいな、はい、経由しないとまでは断言しないですけど、うん、ロドリの方が経由するケースが多いっていうことです、うん、サッカーのやり方でね、はい、でパス成功率もその辺はありますよね、うん、ファビーニョはどっちかというと潰しの方が、うん、これ、はい、ね、潰した数とか出てきたらいいけどね。いやでもそうですよね。それと今度ファビーニョの方が、あ、でもロドリも潰すことは潰すか。最近それは両方なのでできるような感じになってる、うん、ね。潰し方は違うけどね。うんうん、でもまあこれは、はい、あのタイプこそタイプが違うんで、うん、比較するのは難しいんですけど、はい、うん、ロドリの、うん、数字はなかなか面白いですね。ですね、うん、あのファビーニョの数字あるじゃないですか。うん、やっぱファビーニョね、これを見てもボールロス少ないですし、うん、やっぱ守備というところの部分での、うん、まあ、フィルターとか、うん、まあ、その貢献みたいなの強いと思うんですけど、うん、そうなると、まあ、先日日本がブラジル代表とやりましたけど、うん、まあ、ブラジル代表韓国戦もそうだったんですけれども、うん、まあ、どうしても、まあ、フレッチの方が、うん、そのコンビネーションというところで考えるといいのかなっていうことの判断で、うん、ファビーニョがあれだけこのクラブでは中心で彼いないとみたいなところになってますけど、やっぱ弾き出されちゃうんだなっていうところはあるのかなと思いましたよね。そうですね、うんうん、まあ、その辺は監督の好み、うん、それから周りの選手との相性みたいなのありますからね、はい、相性ってあのプライベートのことじゃなくてピッチプレー上の、ね、相性みたいなことですけど、はいはい、うん、じゃあそれこそフレッチがすごい生き生きしてるというか、あと周りうまいもんユナイテッドと違っていや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 、そうかフレッチなと思って、こうだからうまいことで、まあ、横にカゼミーロみたいなタイプの人がいてくれると、うん、やっぱりむっちゃ生きるでしょ、うん、だからあの2人です、うん、もうすごいことできてますし、うん、であとああいうタイプの人が、ね、ユナイテッドに入ってくると、うん、もっと面白くなるのかなとか、ね、ちょっと想像しながら見ましたけどね、うんうん、カゼミーロくんねえかな、いや一番いいよ、くれないと思いますよ、はい、ということ
ことで、まず、このロドリとファビーニョでした。じゃあ続いてですけれども、今度はサイドバックへ行きたいと思います。カンセロと、トレント・アレクサンダー・アーノルドということになります。また彼らもまたタイプがちょっと違いますので、うん、数字がまた変わってきますけれども、やっぱりパス成功率はカンセロの方が上なのか、はい、うん、でもビッグチャンスメイクはあれなんですね、アレクサンダー・アーノルド18もあるんですね、うんうん、あれじゃないですか、カンセロはその長いボールというよりは細かく一旦周りと、うん、そうですね、このコンビネーションとか使いながらみたいなパスとかも多いので、うん、中に入っていって、うん、そうなると成功率上がるんじゃないですかね、うん、アレクサンダー・アーノルドの方がクロスね、うん、やっぱりクロスの数が、うん、カンセロの倍以上ですし、うん、はい、でカンセロは、まあ、こういう動きもしますけど、やっぱりこう来た時の方がね、はい、それで面白くて、その時も全体にこう前々に詰めていくし、こうやってボール、ね、ここにボールがあった時にこうやってこう胸の中でこう詰めて詰めて詰めて動かない、うん、詰めて詰めていくのがシティで、その時にこの辺がスカーッと開くと、この人がグーッとここまで入ってくると、はい、これがこの人は後半のロスタイムもできるので、はいはい、ここの両サイドはちょっとタイプは、うん、そんなに大きくは変わらないですけど、はい、あの本当に特徴のある両サイドバックなので、うん、はい、来シーズン以降まだまだ楽しみですよ、ここは。ですね、うん、だからこの辺でさ、この人たちがゲーム作るじゃん、これ密集してさ、うん、はい、なんでこれをこの人は繰り返せるんだろうね、うん、こういう動きをね、またすごい守備でも貢献じゃないですか、うん、また早いし、彼一人でなんとかなってしてくれたりとかもあるんで、うん、だから前サネっていたじゃないですか、はい、サネとスピ、50メートルスピード変わんないって言いますもんね、うん、サネ相当速いですよ、ね、うんうん、さあ続きまして、これですね、実は2人とも、マンチェスターシティの選手でちょっと数字を出したいと思うんですけれども、うん、まあ、今季、非常に活躍しましたデブライネとベルナルド・シューバー、まあ、特に序盤ベルナルド・シューバー、後半、デブライネみたいなところがあったかもしれませんけれども、はい、こういう数字になっております。やはり、まあ、デブライネアシスト8、ビッグチャンスメイク16、まあ、前線にパス376などなってますけど、やっぱクロスの数も多いですね。デブライネのクロスアリークロスでみたいなチャンスみたいなのも結構あるなと思うんですよね。クロスどこにある？下に、下の2番目です。下の方が、はい、やっぱり、うん、ベルナルド・シューバーはどちらかって言ったら、うん、はいはいはい、そのクロスというのは自分がその時誰かに預けて前に入っていってるイメージがあるので、うんうん、っていうところなのかなっていう、うん、あ、そうね、うん、だってさ、こういるじゃん、こんな感じでやって、はい、まあ、この辺当然ディフェンスマークしてるじゃないですか、うん、はい、俺たちの動き出しが見事になりますけど、うん、この辺からこんなすごいの来ない、うん、はい、あとはところがアウトかけてこんなすごいの来ない、はい、あんなのね蹴れないよ、しかも動きながらだから、シャレにならんて、うん、なのでパスの成功率が、うん、まあ、デブライネの方がなんとなくパスを通してるイメージありますけど、うん、82.55 で、うん、でベルナルド・シューバーが 89.62 なんですけど、うん、これはあれですかね、こう最後ここっていうところを狙うっていうところがデブライネが多いっていう、あんまりそういうラストパスっていうイメージじゃないですよね、ベルナルド・シューバー、どちらかっていうとそこに入っていくっていう、まあ、そうですね、タイプの違いは絶対ありますよね、はい、うんうん、まあ、あとパスの成功率っていうのも、うん、やはりそれはベルナルド・シューバーの方が上回ってるっていうのは、うん、デブライネの方はそれだけリスク の伴う、うん、はい、うん、もう何だろう、最後の最後のラストキラーパスみたいなね、はい、出そうとする確率が多いからだと思いますね、うん、はい、うん、これさ、プレミアリーグにこういうデータが出てるじゃない、はい、例えばここに見あるとほらバックパスがあるじゃない、はい、バックパスってどの程度のバックパスを言ってるんだろうね、どうなんですかね、後ろに下げただけ、マイナスのパスだったらバックパスになるんですかね、なのかな、じゃないですか、前線に、ね、前方にパスか後方にパスの、うん、後方がバックパスになるんじゃないですかね、これだからそういう定義がさどこにも出てないんだよね、うん、プレミアリーグにしろ他のデータにしろさ、はい、うん、だから作り直す意味のバックパスと、うん、あ、いうふうに逃げる、はい、もう逃げざるを得ないバックパスがあるじゃない、うん、そうですね、それをさ、やっぱりこれだけいろんなデータ化してるんだったら、うん、そろそろ区別してもいいんじゃないかなと思うんだよね、はい、うん、だからデブライネやベルナルド・シューバーがやるバックパスとリンデレフやマガヤのやるバックパスは質が違うから、ここが同じ、ね、数字になってきちゃうとそれは違うのかなっていう気がしますけどね、うん、さあ出たよユナイテッド、いやまだまだ毎度のお湯とのように、うんうん、ちょっと着しら待ってたよ待ってたよ、うん、ここもそういうところをもっとね、おそらくこれがデータの会社と契約をして、うん、しっかりと、ね、チームとかそうでしょうけど、うん、やるとものすごい細分化されて出てくるんでしょう、ね、そういうふうにやってるクラブもあるよね、きっとね、絶対あるんですよ、うん、はい、あるよね、はい、うん、でまたそういうところを
こうなんていうんですかね、重きを置いてっていうか、うん、やっているチームっていうのも、まあ、かつては多分ホッケンハイムとかそういう感じだったんでしょうし、うん、ブレントフォードとかね、うん、そういうチームは、まあ、データを駆使しながらみたいなところはあると思いますよね、うんうん、いや面白いですよね、そういう、うん、まあ、ものと、ね、また人の見る目とっていうところの感覚っていうところも大事なんでしょうし、うん、まあ、ここをうまくそれをデータベース化できるのが一番、その数字だけじゃなくて人の感覚みたいなものを AI でうまくデータベース化するのが、うん、こちらが分かりやすいようになっていくんでしょうけど ね、うん、今後そうなっていくのかなと思いますけど、ついていけでもそれをまた上回るまた何か戦術とか生まれたりとかして、その競争みたいな、さらにその上裏を書かなきゃいけないわけですからね、うん、機械を上回るのは人間だからな、うんうん、それをまた機械が上回って人間が上回っていくんでしょう、うんうん、すごい世の中になった ね、それを考えるとペップ・グアデラ監督の頭の中ってのはどうなってるのかなっていうのはね、ちょっと、ね、興味深いですけど、ね、ペップのさ、ポジショナルなんとかとか、はい、そのゲームの理論的なものは、うん、まあ、大体読みますけど、やっぱり全部は分からないよね、と、うん、いうことで、まあ、今回はですね、こういう形で数字でお話をしてきましたけど、うん、どうでしょうか、マンチェスターシティで何か勝也さんありますか、その他、はい、じゃあちょっとだけね、はい、よいしょ、おフェルナンディーノが出てきましたよ、はい、たまには使うか、うん、あのお疲れ様でしたということで、あ、はい、そうです ね、はい、彼以外間違ってなければおそらくアフターペップですよね、選手契約してんのペップ来てからでしょ、違う、そうですね、そうだよね、そうか、そうだよね、デブナイ、デブ、あ、彼とデブライネか、デブライネどうかな、デブライネが微妙かなっていう感じですかね、まあ、まあ2人ですよね、はい、他はみんなそうだから、うん、まあ、あの本当に随分頑張ってくれたというか、はい、はい、ね、プレミア通算なんだっけ、264試合か、うん、はい、結構出てますし、だから、こういう人たちが今怪我しました、うんうん、こういう時もありました、はい、ありましたね、怪我しました、はい、こういう時もありました、はい、右サイドバック入ったりしましたっていうので、あのすごく使い勝手のいい選手だったと思います、うん、フェルナンジーニは、はい、なんだろう、何でもできたというか、はい、カバーリング能力に優れてて、うん、はい、キッサッチ能力が高くて、うん、ボール出し力もあって、時折攻め上がっていいパス、いいゴールなんてのもありましたし、まあいろんなポジションできましたよね、それで、その、まあ、シティがアブダビユナイテッドグループによって強化して、うん、強くなって、誹謗中傷を受けた時も、うん、キャプテンとして主力として支えてきたし、だからヤヤとコンパニー、うん、アグエロ、ダビシルバー、フェルナンジーニョ、やっぱりこの5人は忘れちゃいけないんじゃないですか、そうだから、うん、そのデブライネ入れてもいいけど、はい、そのこの6人がね、よく言う守護聖人になるのかなと思って、うん、でその彼らが、うん、2人がいなくなって、これからもデブライネももう30になっちゃったんで、うん、ね、この後はこれからはね、この人が多分支えていくんでしょうけど、はい、うん、そうやって多分歴史はつながれていくので、うん、フォーデンに次ぐ誰かが出てくれると、シティはもっといいとなります、いいチームになると思いますね、はい、うん、本当ね、フェルナンジーニョ最初出始めた時はフェルナンドもいましたね、そうですね、はい、はい、ね、フェルナンド、フェルナンジーニョって、ね、はい、は懐かしいなっていうふうに思いますけれども、うん、いや、もう時が流れましたね、うん、あ、そうか、シャフタールから来たんだ、あ、そうですね、はい、うん、一時期あのヨーロッパかなりシャフタールからの流れは多かったですね、うん、まあ、今やね、大変な今3時になっている、ね、うん、ドネツクですけど、ペジグリの時なんだね、うんうん、最初はややと中盤センターだったんだ、うんうん、まあ本当に長い間お疲れ様でした、はい、なんかね、奥に帰るみたいですけど、うんうん、まだまだね、まだそうですね、あ、できると思うんで、うん、何年かしたらセレソンの監督とかになってたりしてね、ああ、ね、も楽しみですけど、ね、あと 今のコーチセーサル参拝あるでしょ、うん、ね、はい、ね、あのセレソン面白いじゃないですか、そういう、うんうん、昔の名選手が監督やるっていうのは、はい、期待しておりますので、はい、お疲れ様でした、 お疲れ様でした、うん、シティではお疲れ様でしたです、ね、あ、そうですね、そうですね、まだ現役引退ってわけじゃないんで、はい、そうですね、さあ、でそう、まあ、出ていく選手もいるわけですけれども、はい、今度入ってくる選手もいて、まあ、ホーランドね、ハーランド来ます、うん、あとアルバレスだっけ、はい、アルバレスだっけ、あ、はい、うん、そっか、若手ですね、うん、なんかアルバレスの方が早く、はい、アルバレスだよね、確かね、アルバレスって名前でしたっけ、あれはもう、うん、あれ1月に決まってたけど、うん、まだあれロンで、うん、残ってるっていう感じだったんですよね、うん、確か7月まで向こうの契約、あ、確かなんかね、確かそうだよね、今ククレジアになってるんでしょ、うん、
ああね、クラジェってね、うん、話が出てますよね、うん、左サイドバックで。あとはカルバン・フィリップスとか、うん、でもロドリーの と併用になるの、一つもったいないわな、うん、でもあれじゃないですか、やっぱりすぐにペップのところでいきなり出る、うん、ロドリーがたまたまそのセンターバックに怪我人が出て、うん、フェルナンジーノが下がることになったんで、結局最初から使うことになりましたけど、うん、本来当初はフェルナンジーノ中心で、ちょいちょいちょっとロドリー入れながらなじませていくっていう方針だったと思うんで、うんうん、まあ、リバプールもしっかりですけど、やっぱり最初はあのサブ でちょっとちょっとで、うん、まあ、1年後2年後ぐらいに、まあ、競争さ、完全な競争になるのか、うん、そこが入れ替わるのかみたいなところを狙っていくんですね。そうだね、うん、なるほどね。 あとあれだね、ちょっと長くなっちゃいますけど、まあ、来シーズンはこれが少し頑張らんと、もっと馴染まないと、はい、やっぱり1年目は難しかったと思いますけど、うん、またね2年目になるとだいぶ変わってくるでしょうか、うん、相手ボールになった時よ、やっぱり、うん、マイボールの時は相手ボールになった時の、うん、うん、切り替えの反応をもう少し良くした方がいいよね、うんうんうん、そうですね、まあ、常に進化の途中っていう感じがしますから、うん、また来シーズンね、新たなハーランド来て、ロール扱いの技術に関しては問題ないんじゃないですか、うん、きっとペップもおそらく評価はしてると思いますけど、はい、うまいだけじゃダメなのよ、シティは。そうですね、ね、はい、やっぱインテリジェンスが、うん、あとはまあ守備もしっかりできないといけないですし、うん、ということですね。ということで今回は数字で見るマンチェスターシティの強さということでお届けをしてきました。さあ、そして実はですね、今回カスヤさんがプレゼントをちょっと視聴者の方にということで、うん、あれこの回だっけ、あれ、あ、この回じゃなかったっけ、この回ですね、はい、持ってきていただけたということで、はい、大昔にイングランドに行った時に購入し、一、はいはい、回も着ていないんですけど、そうなんですね、はい、リバプールが74年の FA カップファイナルに進出した時に、はい、のエブリカみたいなやつです、はい、うん、それをなんで、何年、いつ買ったのか随分覚えてない、まあ、はい、90年代かな、なんか記念にと思って買ったんですけど、はい、うん、だからこれといって価値があるとかそういうわけではないんですけど、うん、私が持っていてもなというのがあるんで、ね、まあ、同じ赤ではありますが、はいはい、ちょっとあれですかね、はい、ここにはこのエンブレムあって、はい、だから公式がど公式とか公式じゃないとかそういう問題ではなくて、昔こういうユニフォームを着ていた時があって、そのなんか思い出に浸りたいみたいな感じで、うん、はい、よろしければ、はい、あのこれ1名の方ですけど、はい、プレゼントしたいというふうに思います。プレゼントするの、プレ、あ、ダメですか、いや、売ろうかなと思って、カズさん、そこはお願いします。プレゼントいたしますので、で、はいはい、今回ですね、応募方法なんですけれども、あの、せっかくですので、サッカーキングの公式ツイッターをまずフォローしてください。フォローしてくださった方の中で、さらに、あの、我々の動画は毎週土曜日の21時午後9時にスタートするんですが、それと同時にですね、まあ、告知の、ツイートをサッカーキングが行っております。そのサッカーキングの公式ツイッターのそのツイートをですね、リツイートしていただきまして、で、せっかくですから、ハッシュタグサッカーキング、ハッシュタグプレミアリーグ動画、そしてハッシュタグ、どうしますか、ハスヤさんプレゼントとかにします、あの、考え直せ漫画屋でもいいですよ。ああ、それ入れます、やめ、やめ、でもそれがいっぱいいろんなところで、おかしい、なんかおかしなことになるリバプールだっつってね、はい、うん、はい、はい、それは なし、うん、まあ、書きたかったら書いていただいても大丈夫でございます、うんうん、はい、そういった、その条件を満たした方の中から1名様ということですので、ぜひ、あの、皆さんに、はい、はい、広めていただけたらというふうに思っております、はい、お召しになるのもいいですし、飾っておかれるのもいいんで、はい、はい、うん、その程度です、はい、ありがとうございます、はい、では、どしどしぜひ、リツイートしていただければというふうに思っております、ね、うん、ということで今回お届けしてきましたけれども、カズヤさん、その他告知などは大丈夫ですか。あ、もう、あの、ナンバーさんの方で、はい、今シーズンのベストイレブンとか、あ、はい、あの、ユナイテッド全然ダメじゃねえかとか、はい、あとクロップさんとリバプールの素敵な7年半とか、そういうのがもう出てますので、はいはい、お読みになっていただけたらとも思いますし、あの、オフシーズンも、まあ、いろいろ書いたり、はい、出たりすると思います、はい、シーズン総括の今記事がいっぱい出てるってことですね、はい、うん、そうですね、なので、ね、はい、どうしても今ちょっとオフシーズンになってしまって代表のゲームばっかりですけど、うん、改めてちょっとプレミアリーグを思い起こしたいという方はぜひ加瀬さんの記事をご覧いただきながら、ユナイテッドに関するコラムはほとんど愚痴です、はい、うん、はい、うん、です、また監督も変わってない来シーズンですので、はい、ドルトムントを見習えっていうのもあります。あ、そういえばマンチェスターユナイテッドで一つ、あの、何でも、あ、ここ監督テンハッグでした、うん、何でしたっけ、テンハグ、テンハフ、はい、あの音ないんだよな。テンハフ、はい、うん、が、あれ、マウント狙ってるみたいな話が結構出てるんですけど、まあ、もう名逃がし、名逃がし、貸しといて、チェルシーも貸しといて、いや、それはないんじゃないかなって、うん、俺らも貸してるから、
目逃がし目逃がしマウント安いからでしょ、うん、っていうね話ね、まあ、給料も安いからい、まあ、この時期のニュースなんてもう面白半分にやらないと、そして、私の方の告知ですけれども、今ですね U23 日本 U21 日本代表が AFC U23 アジアカップをつながっておりまして、ダゾンで中継をしておりまして、僕もその実況の一員として、参加してますので、ちょっとこの段階で勝ち上がってるかどうか、まあ、勝ち上がってくれてると思うんですけど、まあ、ぜひ、決勝、ノックアウトステージもご覧いただけたらというふうに思います、うん、U19 とか U16 とかやってるもんね今ね。そうなんですよ、うん、はい、そしてですね、今度ミッドウィークに配信されるのかな、シーズンオフもプレミアリーグフリークスはないんですけれども、プレミアリーグフリークス、まあ、ラリーガフリークス、セリアフリークスが合体してよくディベートなどを行う、まあ、本家本元みたいになりますけど、うん、フットボールフリークスが、ありますので、6月は2回あるのかな、ぜひよかったら見ていただきたいと思いますし、内田篤人のフットボールタイムの方もぜひよろしくお願いいたしますということでございます。ということで、こちらこの辺りでよろしいですか。そうですね、はい、うん、ということで、結局笠谷さん今回また30分で終わらせようって言ったら全然終わらなかった。無理ですね、だいたい余計なこと話ばっかりしてから全然終わらなかった。サッカー用語の話から人がしてるからいけないんだよ、ね、まあいいんじゃないですか、うん、いろいろね多岐にわたってということで、うん、はい、ということで今週も笠谷さんありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました、はい、ではまた来週です。さようなら。リバプールファンの皆様お待ちしております。お願いします。